米ロ首脳会談、核軍縮で連携、緊張緩和へ協調というニュース。そしてもう一本、アメリカ大統領のロシア同調にドイツのメディアが強い懸念というね。アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が16日ヘルシンキのフィンランド大統領公邸で会談しました。会談後の共同記者会見で両首脳は2021年に期限を迎える米ロ間の新戦略兵器削減条約を含めた核軍縮で連携する考えを示しました。冷戦後最悪のレベルまで冷え込んでいる米ロの緊張緩和へ建設的な会談になったと強調。プーチン大統領は北朝鮮の非核化で協力すると言明しました。これまで国際会議に合わせた両者の会談はありましたが、独立した機会を設けた公式会談は初めてのことです。1対1の会談は予定の90分を超え2時間以上に及び、その後側近を交えた拡大協議に移行したということです、という記事がまず一つ。そしてもう一つ、こちらは産経新聞の記事の概要をお伝えします。米ロ首脳会談を受け、ドイツの新聞フランクフルター・アルゲマイネは17日、トランプ大統領がアメリカ大統領選干渉疑惑をめぐり、ロシア側の説明に同調するような姿勢を示したことに対し、自国の情報機関よりロシアの権力者の言葉を信じるとはゾッとするとの強い懸念を示しました。欧米関係に亀裂を生じさせる一方、ロシアに融和姿勢を示すトランプ大統領について、同新聞は国際秩序を守る大国の役割にもう関心を抱いていないとも断じたということです。またドイツの公共放送 ARD は新戦略兵器削減条約の延長に向けた協議を評価する一方で、トランプ大統領が中国の習近平国家主席を米ロの友人と述べた点を踏まえ、核三大国の権力ゲームとなれば欧州は傍観しかできないと悲観的に論じています、という記事になっております。いかがでしょうか。あのね、はい、米ロの首脳会談があって大変いいことで、今日もなんかどちらかって日本の新聞の一つはですね、米ロが首脳会談でいい結果出たんで世界は不安定になったとか、わけわかんないこと言って、で世界で1番の軍事大国のアメリカと2番の軍事大国のロシアが、いろんな問題で地域問題でも協力していくと、核軍縮でも協力していくと、これ大変いいニュースでね、あってね、で、既存の世界秩序をこう守っていこうということなんですよね。で今ね、核武装しようとして非常に世界でこう危険な国とみなされているのが北朝鮮とイランでしょ、この北朝鮮とイランに対してはロシアという国はその一定の影響力を持っているわけですね、ここに介入してもらうということね、それまたはアメリカとロシアが協力したから、シリア、イラクのあたりでの IS というものは事実を壊滅できたわけで、もう領域支配できなくなったわけですよね、それでこの北朝鮮イランを、の核武装に走らせないためには、やっぱりロシアの協力どうしても必要なんだ、でそれからそれだけじゃなくて、世界の、これアフガニスタンの政府が世界の、この違法なアヘンの8割を作っているのは、アフガンだと言いましたけど、ここアフガニスタンの問題を、安定化させるためにも、これはアメリカとロシアの協力不可欠なんですよね。これロシアだけでもできないし、アメリカだけでもできない、お互い5の項みたいになっててね、それ取れないんですよ絶対に、あそこはね、ですからそういったことで大変いいことで、我々にとってはやっぱり北朝鮮に対してね、ロシアが非常にポジティブな影響力を行使してくれるってのは大変いいことであって、それから、もう一つはやっぱり米ロから外されている国がチャイナであって、チャイナというのは今の現行の規制の国際秩序を破壊する側に立っているわけで、でこれは望ましくないという、それは友人だって言ったってけどね、この友人って言葉に非常に意味深いものがあると思いますけれどね、だからそういった点で私は非常にいいことだと思います。それからね、ロシア疑惑、ロシア疑惑って言うけど、そもそもロシア疑惑って何かって言ったらば、2016年の大統領選挙の時に、民主党全国本部のサーバー、そこに入っていた情報が漏洩したことなんです。それをロシアがやったんじゃないかというわけ、トランプに有利になるように、それでそのサーバーの内容は何かというと、当時のですね、民主党全国委員会の委員長をやってた、デビー・ワッサーマン・シュルツさんという女性の会員議員ですけど、これとその民主党本部の職員たちがみんなあの職員というか委員会の人たちが、みんなヒラリー・クリントン・ビーキだったんですよ。で党の規則に違反して、当時のライバルだったバーニー・サンダース候補、これが不利になるようにいろんな密約なんかやっていたっていう中身がバレちゃって、それでもって民主党党大会が荒れたんですよね、サンダース候補の支持者たちはみんなすごい怒ったわけですよ、はっきり言ってこんなインチキやってたのかっていうことでね、でその時にこれ
そのサーバーを実はですね、民主党の使っていたサーバーを FBI は一回も調査してない。でその後これヒラリーさんとその仲間がハンマーでそのサーバー壊しちゃったって言うんですよ。本当にハンマーで壊しちゃった。ハンマーで壊しちゃった。それでね、この情報をね、漏洩してウィキリクスに手渡したのは、バーニー・サンダースの支持者だったセス・リッチさんっていうね、若い民主党本部の職員だったと言われております。これはほぼ確かなんですけども、でこの人はその後殺されてますよね。はあ、なんと。そしてね、民主党のサーバーを管理していたね、パキスタン系のアメリカ人で、これもね、デビー・バサマン・シュルツの秘書やってた人がですね、この件についての秘密を知ってるわけですが、パキスタンに自分の母国に亡命しようとして、このフロリダの空港でね、逮捕されてます。でこれはどういうことやってたのかということで、捜査も一切出てこない、ということで、FBI と司法省がそもそもヒラリー・クリントン寄りで、そしてもって2016年のトランプの当選を阻むために、情報監視やなんかいろんなことやっていた。これはなんで分かってきたかっていうと、メディアが暴いたんじゃなくて、アメリカの下院ですよ。下院の方の情報委員会、デビン・ニューネスっていう大変立派な人が、委員長をやっておりますから、それとかね、政府改革監視委員会のですね、とか、そういうところがですね、議会の調査権を使ってどんどん分かってきたことなんですね。ですからこの司法省がロシアの女性工作員逮捕というニュースもありますけれども、これなんかも見るとですね、要するに工作員でも何でもなくて公然と共和党側に働きかける役割をしたで、2016年の大統領選挙は当然ロシアは民主党側にも働きかけているわけです。でヒラリー・クリントンさんなんていうのは、第一次オバマ政権の時に国務長官をやっておりましたけど、この時にロシア側にですね、このウラニウム1っていうね、カナダの会社ですけど、アメリカのウランの4割を持ってる会社を売ることを積極的に推進していて、その後クリントン財団は巨額の金をロシア関係の財団とか個人からですね、寄付金を得てるんです。でロシア関係っていうならば、結局、トランプさんはこのもう大きく言えば2年、短く言っても1年以上調べてきて、何の直接の関係もロシアとやってたってこと出てこない。で、日本で分かりやすく言えば、盛りかけ問題の安倍さんと一緒ですよ。それに対して実は民主党ヒラリーさんの方が関係があった。旦那さんなんか大統領辞めた後、ロシアに行って講演して50万ドルももらってた。よっぽど関係あったんじゃないのということが出てくるわけですね。ですからそこら辺が本当の、米ロ関係の真実なんであって、で、首脳会談が見たら面白かったのは、その後、両首脳が話した後ですね、質疑応答があったんですけども、ロシア関係がどうのこうのってトランプがその質問した人にね、そもそもハッカーされたっていうサーバーをなんで FBI 調査してないんだとか、そういうことを言ったんですね。したらその人も答えられなかったし、それからプーチン大統領が非常にいいこと言って、アメリカもロシアも民主国家なんだからと、ロシアの場合ちょっとクエスチョンがつくけれども、これ公開の裁判で、各々が証拠を出してちゃんとやったらいいじゃないかと。ただトランプが今度新たにね、起訴されたのが、KGB 関係者っていうのが起訴されたって言ってましたよね。そうだ、KGB の人たちにも出てもらって証言してもらったらいいじゃないかって言ったんですよね。でそういうことで、トランプ政権としては何のその、すねに傷持つものでもないんで、だから全然怖くないんですよ。モラー検察官が7月13日にね、12人、ロシア軍参謀本部情報局 GRU に属する12人を、起訴したっていうんですけど、でこのモラーさんっていうのは自体がもう腐敗した FBI と司法省を守る側の人なんですよ。特別検察官が、でこれはね、これ任命しちゃったのはね、トランプ政権が始まった時のね、ちょっとした手違いというか、民主党側のあれもう政治圧力を待って受け入れちゃったんですけども、でちょっと司法長官に任命したセッションズさんという人がですね、これすっかりそのリベラルの司法省に抱き込まれちゃった形 でこれは初めの段階の非常にミステイクだったと思います、だけど途中から首切ろうとするとね、政治疑惑があるから首切ろうとしてるんだって言われるから、トランプも首切れなくなっちゃったんですけど、結局ね、何の具体的な証拠もないんですよ。で自分たちを腐敗した FBI や司法省、民主党寄りでアンチトランプの謀略やってたわけで、政府機関なのにね、繰り返し言いますけども、ウォーターゲート事件以上の大問題ですよ。これアメリカの国会がやってるんですよ。下院のね、トレイ・ガウディなんていうね、政府の監視委員会、
の委員長とかね、デビン・ニューネス情報委員長、ものすごい追及をこの民主党側とか、あるいは司法省 FBI に対してやってる。なんでそのことを報道しないんだと、はい、日本は、はい。非常におかしいですね。はい。井上さんはいかがでしょうか。このビジネスマンだね。ビジネスマン。どちらがビジネスマン。このトランプ大統領がね、はい、何せ、まあ、プーチン大統領がちょっとね、50分遅れだとかっていうことでね、あれだったんだけども、2時間も2人だけで話してるでしょ。でもここがミソだったと思うんですよ。で、表に出てきたのっていうのは、新スタートであるとかね、まあ、中距離核ミサイルの、はい、これの撤廃削減、こういったことに対して言及する。いや、それこそね、超核大国、二大国が、はい、核軍縮について話し合うというのは大いに結構じゃないですか。だから、米ロがその仲良くやっていくことというのを長い冷戦期の時みんな望んでいて、それで結局最終的に冷戦が終わってほっとしたと、だあの空気っていうのはもう一回また同じように米ロがこう仲良くやるっていうのがなんでいけないんだろうなって思うんです。僕だからそんなこと言ったら、日中が仲良くやったって言ったら、うわこれは世界が不安になるぞと僕は言いたいですよ、はい私も不安になるし、ダメですかね、いやそういうことじゃないですか。でやっぱりなんかロシアに対する不信感、それは分からなくもないんです、うん、今までのその経緯からしたらロシアに対する不信感ってそれは分からなくもないけれど、核大国が繰り返しになるけれども、仲良く、いわゆる接近して争いのない世界、それから核を軍縮していくという方向で合意したというのは、これはもう僕は大歓迎することだし、もう一つはね、ここで二つポイントがあって、一つはね、北朝鮮の問題って出ないっていうふうに僕いろんな方からも聞いてたんですよね。ところが北朝鮮の問題をちらっと出した、すごいじゃないですか。両核大国が北朝鮮の問題をやるということは、つまり北朝鮮の核の問題は俺ら米ロがやるんだと、お前は出てくんなよという一つのメッセージだったんじゃないかなと、うん、お前はって誰か分かりませんよ、誰か分からないでしょ。お前はっていうのはロシアの南にある南にあって、ちょっとアメリカから太平洋こう あの辺りのなんかあの辺りのだと思うんですよ、方々ですかね、推測ですけどね、はい、でもう一つはやっぱりね、この2時間の間にね、両大国が話し合って、あの大国の話をしないわけないでしょ、絶対やってたと思う。だから、ね、北朝鮮問題に関して言うとね、まあ、おそらくその習近平さんはね、北朝鮮のネジ巻いてもっと反米で頑張ると、まあ、抵抗しろと言ってるのに対して、まあ、プーチンは抑える側に待ってくれたと、まあ、プーチンも複雑な計算してると思いますけど、でプーチン何狙ってるかといったら簡単で、これは自国の利益のためにやってるんだっていうのは、アメリカに経済制裁かけられてロシアは非常に苦しいんですよ、経済。それを解くためにはアメリカが望むようなこともやんなきゃいけない、非常にそのビジネスマンとおっしゃったけど、大きなね、ギブアンドテイク、でいわゆるね、米ロ間では今までね、いわゆるビッグディールがあるかどうかって言われてきたんだけどね、ビッグディールをやりそうですね。というのはね、おそらくね、あのね、クリミアはね、併合っていうのは望ましくないっていう意見もあるけど、そもそもあの問題はウクライナのクーデターっていうのはね、ウクライナの極右とね、それがね起こしたもんで、それにアメリカのね、ネオコンなんかが乗ってやったもんですよ。で、合法的に選んだ大統領、ウクライナ大統領引きずり下ろしちゃう。なので、もともとね、セバストポリとかね、あそこら辺はロシアのもんで軍港でね、あって、ですから、それはロシア住民が多くてね、住民投票やったらロシアに帰属したいっていう、もともとはロシア領だったんですよね。あれ、ソ連時代にちょっと理由があって、ウクライナに帰属させたんですよ。というのは、フルシチョフっていう人があれ、ウクライナ出身でね、ウクライナ喜ばせようと思ってね、あそこにくっつけたんですね。だから、ロシア系住民が多いんでね、住民投票したらね、ロシアに帰属したいっていうのは決まってるの。で、そういうことをやられちゃうと、一応民主的プロセスを経たなという言い訳もできるんでね、まあ、大きく先の先まで行っちゃいけないけど、今アメリカは反対してるけども、クリミアの、ね、併合は最終的にもうやむを得ないと言って認めるということ、そして、まあ、ウクライナは事実上分離、なんか東側はロシア圏でしょうがない、でも西側はもう、ね、ロシアは完全にもう自国の影響力圏に入れることを諦めざるを得ません、これは、あれもロシアとすれば下手打ったといえば下手打ったんですよね、でそれで経済制裁は解除、アメリカはロシアに対する制裁、経済制裁を解除する、その代わりイランと北朝鮮の核武装、これは止めてもらうと、そしてもって、アフガニスタンのアヘン問題、これはもう両方の国困ってるんですよね、ヨーロッパも困ってるね、でこれは協力してなんとか安定的にやっていこうと、で IS とかイスラム過激派の、はい
をやっつけると、撃滅壊滅すると、これは一緒にまた中東でやっていきましょうと、大体そういうようなね、ディールができてきつつあるんじゃないかなと。でこれはね、相対として日本にプラスだと思います。もともとちょっとあの途中になったんだけど、その、ウクライナに関する話ってアメリカのウクライナに対する見方と、ヨーロッパ、要するにもう完全に陸続きのヨーロッパが見ているウクライナって、ちょっとこれ感覚がちょっと違うんでね、やっぱりそのアメリカにとってはそのウクライナというよりも、むしろ世界の不安定要素のイランであるとか、それからシリアの情勢に対して、これでロシアとうまく、まあ、渡り合っていけた方が、これはやっぱりまあ世界全体としてもいいわけで、その部分っていうのをちゃんと読んでるんじゃないかなと思うし、あの2時間あの2人だけで話したと。でこれ共同記者会見にも出ていない、中国のチュの字も出てこないと。あ、言っちゃったじゃんこれ、中国のチュの字も出てないんだけれども、だからやっぱりこうその部分っていうのが僕はやっぱりミソで、あのトランプ大統領が来た時に安倍さんとね、あのゴルフをやったと、はい、それをけしからんだとかなんだかんだとかっていうのは、まあ、バカみたいなことを言うんだけども、その時に話し合ってるに決まってるじゃんけん、女も普通に本当にあのスポーツやろうかって言ってゴルフやる人がどこにいますか、そんなもの。そんなもん、そこで話し合って誰もいないところで話し合ってるところが一番のミソがないですから、うん、これも絶対この時だってもうそうに決まってるんですよ、こんなのは。もう間違いない、ね、あのちょっとあの記者会見の話でね、はい、その後の質疑応答のところでね、あのトランプドイツからの批判というのがあったけど、でドイツに対してトランプが言ったのはさ、はい、そんなさ、ロシアが危険、ロシアが危険というならさ、ロシアからなんでさ天然ガスそんなにいっぱい買ってんだ、今度ノルドストリーム2って言うんだよね、海底パイプライン、日本も余分にね、また引くわけですよ。一番疲れたら痛いところですね、そこは。でしたらね、それあの記者会見で、ね、トランプ に質問が出て、じゃあロシアからあの天然ガス買うなっていうのがあったら、そうじゃないよと、別に買ってもいいよと、あのアメリカとしても安いね天然ガスが出るんで、はい、これは、まあ、あの液化天然ガスにしないと運べないですけど、海渡りますから、はい、パイプラインはできないですけど、でロシアと公正に競争していきたいんだと、フェアプレーで競争するだけだと別にいいよと、と言ったんですよね。シェールガスね。でただプーチンがね、いやそういうあのヨーロッパが、の天然ガス輸入で問題が起きたら、スウェーデンの国際裁判所にで行って裁いてもらえばいいじゃないかってもう言ったんですよ、うん、そこら辺は裁けた話でね、だからあのドイツも非常にそのあの言うことを矛盾してる、でウクライナ問題を考えるときね、ウクライナというのは第二次世界大戦のときに実は内戦をやった国なんですよ。あ、要するに東がソ連側につく国と、はい、それからドイツ側につく 国っていうか人たちがいて、ウクライナが内戦になったぐらいでね、もともとソ連の影響力が強いし、まあ、どちらかというとドイツはね自分のところに引き寄せておきたいというね、でそういう思いもあるんでしょうけれどね、で、これはあのドイツ自身がやってることがあの矛盾してる。